シェフの加野三宅加穂です。今日はもうビッグビッグビッグゲストに来ていただいております。なんと、宮田まなもさんに来ていただきました。宮田まなもです。よろしくお願いします。残ることに叫びをこらえきれないみたいな感じなんですけど、お声掛けいただいてめっちゃ嬉しかったです。いやありがとうございます。そうなんですよ、ちょっとあの宮田まなもさんは実はずっと結構ずっとファンで推しメンだったんですよ。で本当にあのオンラインミーティングとかも参加させていただいたことがあったりとかして、うん、ちょっとあのね活動中に1回インタビューとかさせていただいたりとか、対談させていただいたりとかでちょっとご縁があって、アメ元で YouTube とか出ませんかみたいな、出ませんかとは言ってないんですけどって言ったら、なんとめっちゃ光栄なことも OK していただいて出ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう嬉しい。なんか本当にあの本の話をもうめちゃくちゃブログとかでされていて、なんかアイドルブログとは思えない本の量の話本の話の量が、でなんか今もねインスタとかツイッターで結構本の話されてて、あとなんか大学の国文学科だったりとか万葉集研究してるって共通点があったりだとかで、ちょっと今日は本の話をぜひお聞きできたらなと思っております。嬉しい。最近、この、私の新刊の推しの素晴らしさを語りたいねやばいしか出てこないっていう本が出まして、ちょっとあの本の推し、なんか推してる本っていうのを結構聞いていきたいなと思うんですけど、もともとなんかどういう作家さんが好きとかってありますか？江国香織さんと千早茜さんがすごく好きで、なんかブログとかでも結構紹介されてましたよね。そうなんです、ずっと好きで好きでって言い続けてて、中でもこの本が推しとかってありますか？江国さんは駄菓子の下の骨がもう中学校4年生の頃からずっと1位で一生愛してるって感じで、結構でもあれ小学校4年生で読むってなんか早熟じゃないですか？そうなんですよ、なんか、割とその時は何も思わなかったんですけど、はい、大人になって読み返していくとこれ小学生読んだんだなんか結構ねてかエクリさんの本自体が、まあ、あの児童文学とかも書かれてるんでそれもあれなんですけど、なんか全体的にちょっと大人っぽいですよね。そうなんですよね、どうしたんだろうすごい運命の出会いだったんですね、うん、本当に。なんか多分他の本が、うん、あの中学受験のこう参考書とかにこう載ってたりして、江国香織さんっていう名前を知って、はいはい、それで他の本も読んでみようってなって、なんか試験の問題とかで絶対続き読みたいじゃないですか、はいはいはい、読みたいですよね、わかります。なんかあの小説のとことか特にこうタイトルちょっと覚えて帰ったりとかするみたいな。そうなんですよだからもうなんか解いた問題集を持って本屋に行くっていうだがその問題集を買うわけではなくて持ってるここの焦げ高があって確かに江国さんなんか意外と小説とかなんか確かになんか中学受験とかでも出てた思い出ありますね、うんうん、なんか中学受験によく出る作家みたいなやつで、あの重松さんとかと並んで江国さんが書いてあった記憶があって、うんうんうん、確かに何か森江戸さんとか分かりました言ってましたよね、なんかねよくね稲敷かほさんとか言ってますよね、出てた出てた、あの西の魔女が死んだとか、そう絶対出ますよね、絶対出るし大体その時に読むみたいな、うん、みんなだからあの困ってる時とか、うん、この文庫本読んでるっていう懐かしい。確かにでも江国さんの小説ってなんか今読んでもなんか、うん、あ全然分かってなかったなみたいなシーンいっぱいありますよね、うん、ありますよね、うん、なんか小学生の問題出すの結構すごいなって、うん、なんか今思うとね、なんで出してたんでしょうね、うん、なんか本当に小学生が理解しきれるのかって絶対理解しきれてなかったと思う私オンナリクさんの、はい、タンポポ雑誌、はいはいはい、小学校低学年の時に読んで早熟あまりの恐怖でずっとホンダリクさんってちょっと怖いかも、苦手かもって、間違いない、怖い当時ことは子供めちゃめちゃ子供だったので思ってトラウマになりますよね、本当にそれで、うん、で
だからでもいつかきっと読めるようになるはずだと思って、なぜか毎年毎年読めたんで毎年、いや怖いと思って。確かに女の子さんってこうなんか結構怖い話多いんですよ、ね、しかもなんかホラーとかちょっと、じゃなくて怖い話なんですよ、ね、そうですよ。後味が怖いみたいな、はい、だからなんかなんか怖いって本当にずっと思い続けてて、でそれを克服するまで他の本は読まない決めて、なのでもう毎年読み続けて、やっと大学生ぐらいになって面白いって思うようになって、それはタンパク増水を読み返してるってことですか、はい、ずーっと面白い、1年に1回読んで、ね、タンパク増水ってなんかね、トコのシリーズっていううちのシリーズの一つで、災害というかね、まあ、洪水の話とかが出てくるので、いや確かに怖い話ではあるんです。小学校低学年に読ませちゃったら読ませる話ではない私は普通にあれ怖かったですもん、物心ついてる。そうなんですよ、だからでその怖いイメージがついたまま読むと、中学生高校生でも、なんかやっぱり怖いっていうイメージがずっとついちゃってて、そう大人になって初めて面白いって思えて、よかった、タンパク増水を乗り越え、そう乗り越え他のも読み上げるように素敵確かに自分の執念もちょっと怖いなって思ったんですけど、確かに年一でタンパク増水読んでる人本当にあんまりこの世にいない気がします不思議な、しかも一回恐怖を感じたからっていうなんかでもあと小野文さんとかも怖いことないですか、結構ダニエとかなんか、こうあ十二国記シリーズみたいな感じでこう、なんか小野文さんを認識し読んだら、え怖みたいな本当にそうなんですよ、なんか並んで一緒に並んでるとかじゃあって読むとそうなんですよね、なんか結構あの辺の逆さ怖い話いっぱいありますよね、なんかホラーの顔をしてないホラーが、そうなんですよ割と少女小説って案外そういうの多い気がする、ホラーですって書いておいてほしかったです。でもね、大人になってからだと逆にその怖さを楽しめたりとかしますので、なんか他にじゃあ最近ちょっと推しの本とかってありますか、これ嬉しい歌集なんかなんですけど、肌に流れる透明な気持ち、伊藤昆さん、読んだことないです私、なんか歌集最近ちょっと読むようになって、短歌やるようになって読むようになったんですけど、面白くって、なんかちょうどなんか池尻大橋でなんか展示みたいなのをやってて、それで買ったんですけど、その短歌の展示ってことですか、短歌とあとなんかイラストと交互にみたいなやつをやってて、それをなんかツイッターで見つけて、すごいすごい行こうって思って行ったんですか、それで昨日行ってきて、そうなの、ね、で買って読んだんですけど、なんか面白いんですよ、すごい、すごい なんかね、こう伝わるかな、こうなんか短歌がこうねって何も伝わらなそうなんですけど、すごい、すごい、なんかね、短歌がやっぱ5年くらい何も伝わらない。でもすごい、なんか凝ってる歌集ですね、これあれですか、どこから出されてるの、これ短歌研究者さんから出てて、すごい、でも素敵な想定、なんかこの肩書きみたいなのもやばいですよ、かっこいい、なんかデザインがすごいです。でも素敵、名前とかこう開いてたりとかで、すごい面白いなと思って、確かに聞いてたりとか、それがすごい、なんかもう短歌もそうだし、こう目で見て、本当ですね、デザインでも楽しめて、これすごいなと思って、ちょっとあまりに感動して持ってきました、すごい、めっちゃ、しかも想定もすっごく素敵、綺麗、すごい綺麗すぎる、箱推しっていいですよね、本当に箱推しっていいですよね、いいですよね。なんかこうとすごい、最近私は金原ひとみさんの新刊の腹を使った勇者どもっていう本があったんですけど、こうなんか想定がホログラムになって、すごいキラキラ、ちょっと波っぽくなってて、すっごい可愛いと思って、なんか想定が素敵な本っていいなみたいな気持ちに改めて思ったんですよ。いや、わかります、想定で買っちゃったりとか、買っちゃいますよね、書店さんでやっぱり見かけると、あ、
これは自分のものにしたいってどうしても思ってしまう。本棚に並べたいって。そうなんですよね。なんか本棚、自分の本棚でメンチンするみたいな、こう見えるようにするみたいな、差し込むんじゃなくて。しばらく飾っておきたいみたいな。そうなんです。そうなんです。あれですよね、アイドル高いとか結構出られてて、はい、短歌も作られてますもんね。そうなんです。なんかこの間短歌研究員になって、あんまりまだ何をしてるかはもう分かんないんですけど、そうでも短歌ちょっとやりたいなと思って、なんか大学で現代短歌もちょっと勉強してたんですよ。そうなんですね。素敵。なのでなんか歌を作れたらいいなと思って。私ねあのねキラキラ氏のあの、はい、特典っていうんですかね、はい、あれはそうあのに乗ってた。そうペーパーかななんかに乗ってたなんか日向坂2期生のなんか短歌みたいなのがめちゃくちゃ良くて、嬉しい。そうなんです。だからなんか短歌持ってみたいという気持ちになってたのすごい合法って感じですね。なんか最近短歌ハマってて、ハマるってなんか表現おかしいのかもしれないですけど、言いますよ。最近でも短歌ブームというかちょっと歌詞もね、いっぱい並んでますもんね、流行ってきてるので。流行ってますよ、波に乗ろうと思って。間違いない、このタイミングで、はい、ブックオフで偶然見つけて、なんか文庫の方は普通に持ってたんですけど、エクニカオリさんと辻人内さんの、冷静と情熱の間、なんか赤と青の文庫本がね、はい、あって、でそっちも持ってたんですけど、はい、まさかこの愛蔵版が手に入るとは、うん、でも本当に初めて見ました。愛蔵版でもすごいかっこいいですね。そう、なんか、なんで一般で出回ってないのかと思って、本屋さんで一回も見たことなかったので、はい、もう見た瞬間に買って。そうなんですね、出会っちゃったと思って。確かにこれは買いたくなる、かっこいい、はい、そうなんです。あ、すごい中も、かっこいい中、やばいですよ、すごい、なんか洋書みたいな、本当に、それ一冊になってるってことですよね。そうなんです。人生と情熱の間が、あ、すごい、こうやって、順番になってて、確かにかっこいい、めっちゃかっこよくて、想定含めて、すごい、なんかね、挿絵がめっちゃかっこいいんですよ。ちょっとなんか愛蔵が、なんか復活してほしいな、かっこいい、もはやこういうとこがすらもっていう。あ、本当だ本当だ、ちょこちょこ挿絵が入って、へえ、かっこよくて、確かにめっちゃかっこいい。そっか、あ、でもなんか平成13年に出てるからだいぶ昔のやつなんですね。そうですね、ね、確かにすごい、じゃあもう古本屋で運命の出会いを果たした本、はい、そうで、もびっくりして、古本屋さんとかも結構行かれるんですか。あったら、本が見えたらどこでも入っちゃうので、めちゃくちゃわかります。私もあのなんか旅行先でも本屋さん入っちゃいますもん、なんかなぜっていうぐらい吸い込まれる。本当になんか友達とよくこうなんか知らない駅で降りて遠足してみようみたいなやつをやるんですけど、本屋さん入ると一生出てこないので本屋さん禁止っていうのがあって。でもめっちゃわかります。私もあのなんかあの去年結婚したんですけど、夫とあの旅行に行くことがあって、でなんか結構その田舎のところとかだと、なんかそんなにめっちゃ大きい本屋さんじゃないんだけれども、結構なんかでも思わぬ掘り出し物とかがあったりするので、絶対入っちゃうんですけど、なんか旅行なのに入るのみたいな、荷物増えないみたいな感じで、どうにきされるみたいな。でもそういうところの出会いの本が、あったりするんですよね。あとなんかその旅先の本当におばあちゃんがやってる古本屋みたいなところだと結構昔の本があったりとかして、この本の初版があるのみたいな出会いありますよね。そうなんですよね。旅先のあと図書館とかもめっちゃ入るの好きで、なんか図書館結構カラーが出ますよね。出ますよね、なんか地方ごとの結構なんか駅前の図書館とか行くだけでちょっと幸せな気持ちになるみたいな。絶対日本文学とか古典の棚をチェックするんですけど、あ、万葉集3冊結構何バージョンもあるみたいなね、食中とか、と思って、品揃え
生動かないここに住むそうなんですよね。なんか郷土作家でも結構あったりするから、この作家ってそっかこの県出身なのかとかね、見るのが楽しいですよね。時期によってこう前にこうドーンって出てるやつが変わるので、確かに楽しくてね、行っちゃいますよね。本屋さんには吸い込まれてしまう。本当になんか無限に本って増えていきませんか。そうなんです。なんでですか。なんでですかね。なんか家の本とか、もうなんか引っ越しするたびに紙の本をもう買わないって思うんですけど、でもいつの間にか買ってるみたいな。てかなんかこう出かけた時に、今日はもう買わない、もう5冊買ったから買わないっていうのに、帰り道も最寄りの本屋によって。追加で3冊持って出てくる買ったよねっていうのとかあって、なんか目が合っちゃうと買っちゃうみたいなね。なんかたまに、あ、私の本だって思ったりありますよね。うん、なんかそしたらやっぱ私の本だから買わないとな。そうなんですよね。でも忙しい時ほど本読みたくなりません？わかります。暇な時って逆になんかねぼーっとしちゃってて一日終わったわ。そうなんですよ ね。なんかこう忙しい時ほどなんか本読みたくなるっていうと、本があんまり普段読まない人からはなんか、逆じゃないのみたいな、なんで忙しいのになんか本読むのみたいな感じに言われるんですけど、違うんですよみたいな。本読むことによってリフレッシュがある。本当にそれですよね。なんかこう精神の回復がね、本によってなされるという。肉体的な回復はもう諦めたので精神の回復しますっていう確かに苦渋の決断みたいな。確かに。でも寝るより元気になるしみたいな。わかります。すごいありますよね。ありますよ。あとなんかどうしてもこう次の日ちょっと厳しいきつい仕事だなみたいな時は、前日にシリーズものの1巻読んでて2巻読むために明日1時間待ってみたいな。めっちゃわかります。それしてますよね。しますしますします。てかでも自分以外にやってる人初めて聞きました。そうですか。なんかシリーズものとかもだし、あと結構漫画とかなんかこう1巻だけその前の日に読んでおいて、でこれは読むために明日頑張ろうみたいなのを、で終わらせてから絶対読むぞの誓いを自分に立てておいて、そのために頑張ってて、ね、そうなんですよね。割とだからこう軽く終わったりとかするじゃないですか、集中力がすごくて。確かにもう絶対にこの本を読むと決めてる時の集中力がね、すごいですよね。発揮されますよね。いつでも発揮できたらいいんですけどね。確かにでもめっちゃ本の話できて嬉しい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またぜひ YouTube でも、はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は宮田真奈さんに来ていただきました。なんかちょっとキラキラしの最後に宣伝とか、はい、こちら私が初めて書いた小説集です。よろしくお願いします、はい、だから宣伝はもうちょっとやったことないごめんなさい、慣れてなくてでも本当にキラキラしはなんかマニュアル集のこう和歌をモチーフにこう、まあ、女の子たちの結構話が短編集として描かれていて、こういう風に描くんだみたいな結構発見があるすっごい素敵な短編集なので、ぜひ、あと写真もめちゃくちゃ可愛いので、ありがとうございます。皆さん読んでください。お願いします。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。爆弁開発欲しいんですけど。私もでした。いや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 、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。